皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さて今回はですね、私シリーズでよく盲学校のね思い出話っていうのをやっているんですけども、それも今日は含めてですけども、まあ盲学校じゃなくて普通の学校でもちょっと懐かしいかなと思ってね、一つご紹介したいものを、持ってきました。突然ですけども皆さんは、わらばんしってご存知ですか？紙ですけどもわらばんし、あの今の学校ではもうほとんど使われていないらしいんですけども、私が学生だった今から20から30年くらい前はですね、当たり前のように使われていました。ちょっと実際に実物持ってきました。これがわらばんしです。はい、今これ半分に折って B5 サイズですけど、この紙自体 B4 サイズ、まあ、B サイズっていうのも懐かしいですよね。あの私が、パソコンを使い始めたのって中学生になってからで、今から25年くらい前かな。その頃からサイズ、紙のサイズ A4 サイズとかね、 A3 サイズ、 A 基準が当たり前になってきたんですけども、昔はね B サイズが当たり前でした。あの B サイズってもともと日本生まれで、 A サイズっていうのが確かあの海外の、 あの基本になっているサイズだと思うんですけど、これだから今折ったら B5 サイズですけど、これがねわらばんしという紙になります。ちょっとカメラで写ってるのが色がどんな風に見えてますかね。これ実は白ではないんですね。ちょっと、参考までに一般的なコピー用紙 A4 のね、これがね一般的な紙なので、こう比べるとややセピアのようなクリームのような、そんな風に見えると思います。まあ、ちなみに A4 がこれで、これ B5 のサイズがねこんな感じなので、こんだけサイズ違うんですよ。昔はこの B サイズっていうのがね、まあ、当たり前だったんですけども、まあ、こんな感じでね、ちょっとわらばんし今日持ってきました。当時はですね学校では当たり前のようにこれたくさん使われていて、プリント配布物だったりとか、ちょっとした小テストとか、宿題のねプリントっていうのはこのわらばんしに印刷されていました。でこの紙はですね薄い紙なんですよね。でちょっと色がこんな風に見えるのはこれ再生紙なんですね。古い木くずとかを使ってね作られていて、昔は本当にわらばんしっていう名前の通りでわらを使っていたそうです。まあ、逆に今ねこういった再生紙を作る方が逆にお金がかかってしまうので、普通紙の方が今出回ってるんですけども、当時はこのわらばんしが当たり前で、この普通紙ってこのわらばんしに対して上質紙っていう言い方をしていて、ちょっと大事なプリントだったりとか試験とかそういう時にはこういった白い紙で、それ以外の時にはこのわらばんしっていうのが当たり前でしたね。でこのわらばんしがね破けやすいんですよ。あのよく宿題とかでプリントがねこのわらばんしに印刷されていて、でちょっと間違えて消しゴムで消したりとかするとちょっとこすっただけでもビリって破けちゃう。まあそれも当時のね味があってよかったかなと思いますけども、こんな紙です。まあ手触りもねちょっとザラザラしてるかな。普通の紙がすごいツルツルですけども、まあこれはこれでねまた趣があっていいかななんてね思いました。今このわらばんし逆に手に入れるの難しいみたいですね。まああんまりね使い道もないじゃないですものね。というわけで、まあちょっとこのわらばんしは黄ばんでるのもあって、さらに色がこう違うのがね明確にお分かりいただけるんじゃないかななんて思います。まあ、ついでに言いますと、私が学生だった頃よくね大きい紙で模造紙っていうのもありましたね。あとはあの花飾りなんていうのかな、あのお花を作るのに桜紙だったかな、桜紙っていう紙もあったし、あのスズランテープとかねそういうのもありましたね。懐かしいな。はい、というわけで今回はちょっと思い出話でね、まあ、盲学校に私はねいたんですけども、そうじゃなくて普通の学校でも懐かしいかなと思って、今日はこのわらばんしをご紹介させていただきました。はい、というわけで、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それではバイバイ。この度 YouTube PR 用の X アカウントを作成しました。日々のつぶやきをしている私の個人アカウント、そして猫ちゃん関連の私の姉のアカウントも合わせてよろしくお願いします。私の姉ふみっこが TikTok と YouTube を始めました。猫ちゃん関連の動画盛りだくさんです。ぜひアクセスしてみてください。